フロスティポーカー、フロスティパルクールスタート。さあ、まずオンオフを自分勝手に変えていかないでいく。さあ、おっと、OKOKOK、これで展開俺に向いたな。全員亀裂だから俺にチャンス。スタート、ピコパン、よし、逃げた。ラグい、ラグいけど、まあなんとかジャンプ入れば OK。 さあ、中間あるんかな。わあ、なんやこれ、フロスティポーカーなんや。上登っていって、なんか出んのかな。あ、何も出ない。土管から出るわけではなくて、矢印のみで入ってねってことか。わかりました。で、生ゴールのようです。あ、スポーキーアドベンチャー、スポーキーアドベンチャースタート。これは何や、制作者用とかいうことではなく、サマリオも猫が取れないってこと。一周回ってこなあかんのかな。うわっと、危ない。なんや、猫取ってさ、それでなんかできるってことやんな。だから上からゴールができるとかさ。あ、猫あるやん。でもあれ、フリオも猫取れてるやん。あれや、何のコースやろこれ。ブックとか。あ、10コインのみ。猫残そうで、中間とか言うてんぞマリオ。あれ、中間、あ、そういう感じか。はい、あれ、最悪や、最悪や。なんじゃこれ、まさかのゴール来い。あ、うねーはーんと思ったけど、まあ別にこれはこれでいいのか。中間あるからね。オッケー。ほんで、あと1枚どこや。あ、まあでもマリオの数だけど、もう一回行ってみようかな。あの、上さ、行けるからさ、引っかかれば。これブックになってるから、こうやって行けるから、ここにあるかもしれん。ほら、あった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 、見えたぞ、今。やっぱそういうヒントがあんねや。これやろ。え、カリツじゃない？嘘、あーってここにあるやん。マグナムキラーか。お、オープンした。ヒロリロリローン。ふっ。さあ、確定から、急いで向かいます。ゴー。うわ、アタックスか。確保に向かえ。早く、無理を確保。無理を確保、無理を確保。ゴー。いけ。何これ。ダビル？あ、強制送還って形になったな。はい。ダービ、なんか、クリボーちゃん。もしかして、クリボーやっぱり。ゴール来い。やったか。さあ、逃げ切れるかな。ゴリ逃げていく。さよなら。初心者向け。初心者向けコース、スタートー。おっと、行きアップか。さあ、これでメンバー確保に向かいましょうか。2番手からの圧かけ論がまず成立するか。おい、なんじゃこりゃ、ステージちゃうわ。美毛のマリオクエ。デフォルトコースですね。行きましょう。4、3のフォーメーションですね。先手取って4、3のフォーメーションさえ組めれば勝ち。ほい。せーの、よっしゃ、行くよ。あ、4つ目の土管、3つ目の土管。はい、オッケー。これで勝ちですね。あとはもう竜巻展開前に走っていけばオッケー。ほい。竜巻展開しちゃうとクリボーぶち当たるんでね。ご注意ください。アップワードのケーブアドベンチャー。ケーブアドベンチャースタートー。さあ、潜り込んでいこうか。ケーブアドベンチャーのはずやで。やばい。ノットケーブアドベンチャーってかあり。ゴールじゃん、これ。ノットケーブアドベンチャーの顔出てきた。嘘やん。ゴール来い。いけ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 。裏ゴール。当たってるわ。よっしゃー、当たってましたね。これだって、そこでルイージたち合流の予定やったもんな。出るドカンあったから、コース無視してきたな。子猫が勢いよく行ってくれて、それに釣られたおかげで勝てたわ。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。レイダスのスーパーマリオ 1-5。クッパ倒してからゴール。レイダス 1-5、スタートー。クッパ倒してからゴールの条件せないでアイテムが欲しいが、今のところアイテムが見当たらないどころか万歳して、あ、今キノコあったな、一瞬。さあ、ルイージ君はどうか。スター出るなよ、スター出るなよ。スターでかっさられたら終わりやから、ブンブン。上になんか道ありそうやけどね。ルイージメンバーどう？え、どうやって行ったんそれ。あ、竜巻もあったんか。やべ。これは竜巻待ちますか。うわ、変なね。やめて、もううっとうしいな、そんなとこ居座りやがって。ルイージもやられたんちゃう？よし、ルイージもやられた。な、まだチャンスあるな。なんか別のルートあったもんな。俺別のルートから行くわ。あの、上からルートの方が絶対やりやすいで、これ。こっちからさ、この上にね、こっちちゃうな。もっと向こうか。この上にルートあったんや、ここ。これこれこれ。こっから行ったらどうや。ほっ。で、これで上から、こう。よし。
それでもこれ1個入ったな。なぜ、どこにゴールあんねん、そもそも。うわー、これルイージこれやられた説高いな。で、大丈夫か、オッケー。子猫がね、なんか言っとるから。え、クッパどこ、え、てか何これ、うわー、子猫大丈夫は、ちょ、待って待って、上からしかこれ行かれへんや。待って待って、下でね、アイテム欲しい。下でアイテム補充してからやな。ちょ、待って、強制殺かもね、映画にして。ほい。これ、フレ、あ、てか、なんかあるやん、土管が。それ言うてや、あ、てか、ここが正解、そもそも。俺、大当たりやん。よし、あー、ルイージありがとう、ありがとうな、もらっていい、それ。ちょうだいちょうだいちょうだい。変えるつもりでそれ。いけるっけ、ブロック破壊できたっけ、破壊できひんよな。無理無理無理。行こう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 。ね、ルイージ何してんの、あいつ、舐めたマネちゃん。捕まえたのかな、お、これで連打するわ。ルイージ舐めたマネや。このコースご存知じゃないんや。さ、ルイージ来た、ここやで、ここが正解の土管ですよ。さあ、来い、かかってこい、ルイージ。さあ、あつかけ、ルイージ来たか。これこれ当たった条件が。アタックス、やばい、先入っちゃった。だけれども、おらレモー、レモーですね、スタート。フラワー取っていって、ゴー。さあ、どのようなコースか、普通に1の2みたいな感じかな。圧かけ論でいくわ。亀裂に追い込む。壁キックで、これはクリボー出てきてくれれば俺の勝ちやから。ふっ、鍵も出てきた、いけ、よし、そのまま、うわー、上食らうタイプか、よいしょー。とりあえずマムティカンツでいっといて、で、上となんか、左やろ、そういうこと。まあでもなくとも別に進めるからいいか。はい、もうなくとも進めるような構造になってるわ、ありがてえ。よかった、なんか二手に分かれるとかやったらね、困ったんやけど、そういうわけではなく、あ、バッセンやってさ、青いとバッセンバッセン、ダメージ食らってほしいね。さあ、空中にこれをまあここの端っこまで追い込むか。はい、追い込んでいって、はい、追い込め追い込め、よし、端っこに追い込んで、ルイ来た、ルイ、さあ、ルイ自らダメージを食らいに来てくれている。さあ、俺がこれ飼い鳴らしてるんでね、ごめんやけど、友達なんで無駄だよ。はい、無駄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 、アタックスビーム、やったか、あいよっ、オッケー、やっともうゴールのはずやね、ゴリ。さあ、青いとのアタックス直撃。おお、子猫としてはめちゃめちゃ悔しいよね。フローザーロー、フォローザーローですね。右下上右ですね。右下上右スタート。ーさあ、コースタートか、いや、ノットコースタート、やばい、うわー、4番でやばい。右下上右ね、右下行きましょう、やばい、くー、気絶した、急ごう。4番って最後右やね、右、よし、急いでいくぞ、フリオ急いで、ルイージーたちはー、そこでいこう、上右上下、オッケー、上右上下、上右上下さー、上右上下さー、子猫間違い、気絶したー、さあ襲いかかるよ、ルイージーメンバー、当然のように襲いかかるよ、逃げ切れる、逃げ切れない、どっちかな、楽しみだ。上上右下上、はい、行くぞ、はい、行くぞ、はい、おいけって、邪魔やって、上右下上、ふっ、上右、よし、勝った、ほっ、あと上、オッケー、先手取れたよ、ルイージたちは今に見てろよ、ゴリン。フォレストパーク、フォレストパーク、さあ、ダービルだ、ビルだ、ダーという形にはなるんですが、ダービル取っていくか、ダービル取っていこう、ほい。さあ、これ決めばどうか、どういうコースか分からへんから、下抜けたら早いです。水行くんやったらこれの方がいいよ、水に行くって分かってんねんから、こうやって行った方がいい。さあ、どうか、アタックス、スノーデー、スノーデーですね、スタートー。さあ、どうか、三段ジャンプ申し込んでいく。さあ、フリオが、てか、なんじゃこりゃ、ゴール来い、うわー、そっちの早いんかい。スーパーマリオブロス1の1、
スーパーマリオブロス1の1スタート。ピッポパッポピピッピッピリ。さあ4つ目の動画行きましょう。おっと、騙しコース、戻れ戻れ。みんな、ルイージは、ルイージ亀裂、騙しコースなんや。なかなかセンスあるな。スターはみんな、スター取らへんね。じゃあ俺のスターのこの勢いで舐めんなよ。行きますよ、追い込んでいきます。すごい追い込みだ、コネコの追い込み、いけー、追い込んでいく、追い込んでいく。うわー、マリオ邪魔か。ちょっともう怒った、マリオどけ。無理か。ニュースーパーマリオブロスのパート1、ニュースーパーマリオブロスパート1ですから、まあなんかあれやな、 DS1 の1とか、まあそういう感じのやつやんな。行こう。さあ、かなり半馬身ぐらい詰まってますから、これはどっかしら抜かすチャンスあるぞ。何かしら階段とか、ちょっとした段差、ほらちょっとした段差で、おっしゃ、かわしていく。三段ジャンプの予約、三段ジャンプ、さらに上から行く、はい、三段ジャンプ、これで三段ジャンプ、ゴリン。ご視聴ありがとうございましたと言いたいよね。